低気圧、低気圧、低気圧とは、周囲より気圧の低い部分を言う。周囲より気圧が低いと定義されるので、中心気圧が1気圧、1013ヘクトパスカルより高い低気圧も珍しくない。冬季にシベリア高気圧の県内に発生する低気圧の中には1030ヘクトパスカル以上のものもしばしば見られる。一般に、 低気圧は雲を伴い雨や風をもたらす。口述のように低気圧はその成因などによっていくつかの種類に分類されるが、ここではどの低気圧にも共通する特徴を挙げる。周囲よりも気圧が低い低気圧は周囲の空気や風を引き寄せている。これを気象学では低気圧は気流を収束させると表現する。一般的に 低気圧で収束が起こる範囲は数百キロメートル以上であり、時には数千キロメートルにも及ぶ。このような大規模な収束では、気流は気圧系度力に従って、等圧線に直角の方向に収束しようとするものの、コり折りの力を受けてしまうため進路が曲がり、最終的には気圧系度力、コり折りの力、摩擦力が釣り合って、等圧線を斜めに流れる。これにより、 低気圧の周囲の風は北半球で半時計回り、南半球で時計回りに回転しながら中心へと吹き込む。ただし、雪置層やイクマン層より上の自由大気層では摩擦が小さいため気流の発散収束は無視できるものである。クリストフ・ボイス・バロットはこれを直感的に北半球において風を背にして立つと低気圧の中心が 左手の方向にあると表現している、ボイスバロットの方。低気圧の中心へ向かって収束した風は、中心で低気圧特有の上昇気流を受けて、上昇していく。低気圧によって高度は異なるが、加熱により上昇した大気は、次第に周囲との温度差が小さくなり、浮力失って、強制的な持ち上げにより上昇した大気は、山脈や、気団の高さを超えた頃から、 衝突対象を失って滞留するので、上空には高気圧が形成される。ここからは逆に周囲に向かって空気を放出している、発散させている。地表低気圧と上空高気圧の位置は、熱帯低気圧などはほぼ同じだが、温帯低気圧では数百キロメートルほどずれて位置する。低気圧というシステムを動かす、モーターは上昇気流であり、それを駆動する。 エンジンは雲の発生に伴う潜熱加熱、地表から受ける加熱、暖気との衝突による加熱、地形や温度の異なる気団の衝突による大気の持ち上げなどである。エンジンである加熱が強くなると上昇気流が強まって低気圧が発達し、加熱が弱まれば低気圧は勢力を落とす。一方、他の要因でモーターである上昇気流が弱まった場合は、 加熱速度が遅くなって浮力が低下し、上昇気流が弱まるように、両者はお互いに相関関係にある。また低気圧では特に渦と収束の関係も重要である。上昇気流が強まって収束が強まると、低気圧を取り巻く気流の渦が狭まる。すると渦の回転速度が増す。各運動量保存速。一方、回転速度が速くなりすぎると遠心力が強まる。 このような複数の力が抑制しあってバランスを取りながら低気圧の周りの風は吹いている。また熱帯低気圧に目ができるのは中心では遠心力が気圧系努力よりも大きくなることで回転を伴う上昇気流が維持できないことが原因の一つと考えられている。二つの気団が接するところには前線ができる。この前線に上空の気圧不安定波の谷部が 西から差し掛かると低気圧が発生し、低気圧の前後において前線活動が活発になる。このような低気圧を温帯低気圧という。対極的に見ると、温帯低気圧は高温な赤道地域と低温な極地域の気温差によって生ずるものである。赤道と極の気段を分ける寒帯前線帯に発生し、両気段の温度差によって発達し、結果として、 低緯度の高温の空気を国方面に引き上げ、高緯度の低温の空気を赤道方面に引き下ろして、地球の温度分布を均等にする効果を上げている。北半球においては、観光期には大陸と海洋の温度差が非常に大きくなるため、シベリアの東側に位置するアリューシャン列島からベーリング海にかけてと、北米大陸東側とグリーンランドの南側にあたるアイスランド付近では、 西あるいは南西から進んできた温帯低気圧が発達しては停滞することが繰り返され、定常的な低圧部となる。南半球では南極周辺で同様の現象が起こるが、南極大陸は年間を通じて低温であり、周辺に目立った大陸がないので、全域で1年中温帯低気圧の発達が著しく、南位40度から50度付近は航海者から、 暴風圏と呼ばれる高点が続く。発達した温帯低気圧の規模は非常に大きくなり、1000ヘクトパスカルの等圧線の半径が1000キロメートルを超えることも珍しくないが、気圧経度は比較的緩いため、域内の最大風速も後に述べる熱帯低気圧ほど強くなく、秒速40メートル以上になることはほとんどない。温帯低気圧による 最低気圧の世界記録は1993年1月10日、イギリスとアイスランドの間の北、大西洋上で天気図解析により決定された915ヘクトパスカル、あるいは912ヘクトパスカルともである。日本に影響する低気圧は中国、東、シナ海で発生し、日本列島を西南西から東北東方向に横切り、 三陸沖からアリューシャン列島あたりで最盛期に達し、その後震度が不定になって停滞したり、アラスカ方面に進むことが多い。冬季には本州の南岸沿いを進む南岸低気圧が関東など太平洋側に雪を降らせることがある。熱帯低気圧が北上して前線が生じた上で温帯低気圧に変わることがある。ただし、 逆に温帯低気圧から熱帯低気圧に変わることはほとんどない。温帯低気圧と水帯期の熱帯低気圧とでは構造は確かに類似しているが発生地域が異なる上気候にも影響があるため熱帯低気圧が温帯低気圧に変わることはあっても温帯低気圧から熱帯低気圧に変わることはないのである。天気図上は冠のない低気圧が熱帯低気圧に変化。 発達することがあるが、温帯低気圧からの変化ではない。このような熱帯地域で発生する低気圧、低圧部のように温帯低気圧でも、熱帯低気圧でも内低気圧も存在し、90ワット等の番号が付与されることがある。熱帯の海洋上で発生する低気圧を熱帯低気圧という、成因も構造も温帯低気圧とは異なる。熱帯低気圧は、 海水面温度が高く、26六摂氏二27度、天候力のある程度大きい北緯、南緯525度の範囲で発生する。熱帯の大気は、通常条件付き不安定な状態にあり、海水面温度が高い海域では、蒸発が、盛んに行われるため、上昇気流が起きやすい。一方、低緯度では中緯度高気圧、亜熱帯高気圧から吹き出す貿易風が、 向上的な東風となっているが、その東風の中に、しばしば波動が生じる。これを変東風波動と呼び、この部分は、渦旅を生じて周囲から過剰に空気が流れ込み、強い上昇気流が起きて気圧が低くなり、積雲や積乱雲が発達する。上昇気流により雲ができて、水蒸気が持っていた熱が大気中に放出され、上空の空気の温度が高くなると、このサイクルが、 ますます加速され、低気圧が発達する、第二種条件付不安定、シスク。北西太平洋域、北半球の統計100から180度において、熱帯低気圧の域内最大風速が、秒速17.2メートル、34キロトンを超えると、台風となる。北、大西洋及び北東太平洋、北半球の成型180度以東では、ハリケーン、 南北インド洋や南太平洋ではサイクロンと呼称されるが台風と同じ熱帯低気圧である。台風がさらに発達するためには海水温が摂氏二十八度以上の海域を通過することが重要だとされる。熱帯低気圧は温帯低気圧に比べて規模が小さく千ヘクトパスカルの等圧線半径も六百キロメートルを超えることは少ないが特に中心付近で 気圧経路が大きくなっているため猛烈な暴風を伴う。熱帯低気圧による最低気圧の世界記録は1979年10月12日台風第20号において沖ノ鳥島南南東海上でアメリカ軍の気象観測機により実測された870ヘクトパスカルである。熱帯低気圧、台風などが注意度まで来たかみ。 北半球の場合すると、寒気の影響を受け構造に変化が生じ、熱帯低気圧の東側に温暖前線、西側に寒冷前線が生じた上で、温帯低気圧に変わる場合以外、青果気にはそのまま衰弱し、熱帯低気圧のまま消滅することもある。偏西風の波動が激しくなると、蛇行が低緯度側へ張り出した部分、 気圧の谷が切り離されて独立した渦となることがある。この部分は極からの寒気が入り込んでいる部分であるので寒冷な低気となる。これが寒冷低気圧、寒冷渦、雪理低気圧、葛藤フローといった名で呼ばれる低気圧である。一般に寒冷低気圧は地上天気図では明瞭ではなく前線を伴わない小低気圧として描かれるか、 大陸上では低気圧が確認できないことが多いが、高層天気図においては寒気を伴う非常に顕著な渦とで描かれる。寒冷低気圧の通過の際は大気が非常に不安定となるため、特に暖かい海域に差し掛かると積乱雲が発達して、激しい雷雨や集中豪雨、冬季は大雪をもたらすことがある。また、 レーダー上には顕著なスパイラルバンドが見られる場合もある。寒冷低気圧は偏西風の流れから切り離されているため動きが遅く、割る天候が数日間続く。このことから雷3日という言いなら足がある。冬季に日本列島の上空を通過すると日本海側で大雪になりやすい。稀に関東平野など太平洋側にもに雪をもたらすことがある。 日本周辺で夏季に発生する場合、アリューシャン列島からミッドウェイ近傍で発生した蛇行から切り離され、1週間程度で小笠原近海まで南西方向に進むケースが見られる。これに対応して熱帯低気圧の発達が観測されることから、台風の発達との関連を指摘する研究がある。大陸は海洋に比べて温まりやすいため低気圧となる。 熱的低気圧。極地的で小規模なものは海陸風の原動力となり、大陸規模のものはモンスーンの原動力となる。台風や強大な温帯低気圧が山脈や大きな島を横断する場合、あるいは広範囲に強い風が吹きそうして、同様の地形にぶつかった場合など、風の流れが一部分切り離されて渦となり、小さな低気圧として認められる場合がある。 地形性低気圧。極気団の内部で発生する低気圧を極低気圧という。冬の日本海、特に秋田沖付近でも発生することがある。発生の要因は条件付け不安定、純圧不安定、軽圧不安定などである。寒冷低気圧の小型版との見方もある。爆弾低気圧、ボムサイクロンとは急速に発達し、熱帯低気圧、 台風並みの暴風雨をもたらす温帯低気圧を指す俗語。1980年に MIT の気象学者、フレデリック・サンダース、フレデリック・サンダースらが提唱して、以降、様々な気象学者がその定義や解析を試みているが、12時間以上にわたって中心気圧が1時間あたり1ヘクトパスカル以上低下した温帯低気圧を指すことが多い。 熱帯低気圧の急発達は普通のことであるため、爆弾低気圧とは呼ばない。高緯度であるほど、発生頻度が高い傾向にあるため、高緯度ほどコリオりの力の増大により同じ、気圧経度でも、地高風の風速が弱いことを考慮して、時間あたりの低下気圧に、深5、深60度をかけて、緯度補正を行う定義も用いられることがある。範イ,イコール緯度。例えば北緯40度。 日本で言えば、秋田県小賀市の上空での場合、24ヘクトパスカル、新40度、新60度イコール約17.8ヘクトパスカルの気圧が24時間以内に低下した場合に、爆弾低気圧と呼ばれるようになる。ただし、日本の気象庁は、予報用語の中で、使用を控える用語と分類し、急速に発達する、下、低気圧などと言い換えるとしている。また、 NHK では前期のほか、猛烈に発達する、下、低気圧などと表現することもある。読売新聞は2013年1月に爆弾低気圧を猛烈低気圧に言い換えることを記載た。冷たく乾燥した大陸性気団と暖かく湿った海洋性気団が衝突する大陸辺縁部の特に東岸で冬季に多く見られる現象。日本海や 三陸沖、千島列島、アリューシャン列島南方、アメリカカナダの東海岸などで多く観測される。冬季の大流圏上層で、軽圧、気圧経度が非常に大きい地域の風下、東方、また顕著な暖流の流域にあることから、これらが発達に関与していると考えられている。日本付近では10月から1月頃の冬の嵐の時期、2月から3月の春一番の時期が、 最も多く4月中旬から5月中旬までのメイストームの時期にも見られる。日本海低気圧が日本海から北日本を通過する際に急速に発達し、三陸沖でさらに猛烈に発達する例が多い。アメリカカナダでも同様に冬季にノーイースターと呼ばれる嵐はしばしば爆弾低気である。爆弾低気圧は 非常に発達することから強風に伴い高波を発生させるほか地震波の P 波、S 波も発生させる。2002年、ベルリン自由大学気象研究所が高気圧や低気圧の命名券の販売を開始した。徳島県徳島市在住の団体職員券、気象予報士の男性が日本人として初めて購入した。購入者は自分自身の名を低気圧に命名し、 2005年秋、日本人名をつけた史上初の低気圧、高し、高しが誕生した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。